い、皆さんこんにちは、ドリフトドライバーの下田さやかです。今日はですね、あのデジキャンからなんとすごい便利な商品が発売されているんです。皆さん、タイヤ交換めっちゃ大変じゃないでしょうか。私はですね、競技の時はメカニックの方が全部ね車をメンテしてもらえるので大変なことはないんですが、普段の練習はですね、このか弱いか弱い私でもちょっとタイヤ交換がなんと簡単にできる便利グッズがあるとお聞きしたので、今日はそちらをご紹介したいと思います。それでは、デジキャンのタイヤリフターとフラージャッキ、こちらを使ってタイヤ交換をしたいと思います。から車のフロントタイヤの方を交換していきたいと思うんですけれども、まずこのデジキャンのフロアジャッキのこのお皿の部分を車のジャッキポイントに合わせてください。はい、じゃあデジキャンのフロアジャッキのお皿に、ジャッキポイントを合わせましたので、今から上げたいと思います。めっちゃ簡単ですこれはですね、誰でも上げられます。それぐらい軽いです。はい、それではこちらのデジキャンタイヤリフターをタイヤにはめたいと思います。ビャーン、はい、このようにはめます。はい、そしてこのハンドルを回すとこちらの棒がですね縮まるので、これでタイヤが挟まるまで回します。こんなもんで、そしてしっかり挟んだら今度はタイヤ、ナットを外します。はい、ナットが外れました。タイヤ交換はですね、ここからが大変なんです。はい、これをこの重いタイヤを持ち上げて外さなきゃいけないんですけれども、なんとこれはですね、じゃーん、こんな簡単にタイヤが外れちゃうんです。いかがでしたでしょうか。このデジキャンのタイヤリフターとデジキャンのフロアジャッキ、この2つがあるとなんとこんなにタイヤ交換が簡単にできちゃうんです。はい、私もいつも車に乗せて愛用してますので、皆さんもよかったらぜひご使用ください。 K-Spec